ゆっくりしていってね。皆さん、はじめまして。今回、スーパーファミコンのアクションゲームである、ピーマンをやっていきたいと思います。ピーマン、何それ？美味しいの？多分、知っている人は、ほぼいないでしょう。ただ、個人的には、ロックマンやメトロイド並みに、面白いゲームだと思います。このゲーム、字幕がカタカナなんだよね。見にくい。用語があれば、次から字幕つけます。今、プロローグが流れていますが、簡単に言うと、食べ物食われた。冬越せない。骨、あるいは、食い物集めてこい、です。骨を集めるのは、この時代の通貨みたいで、食べ物買うためらしいです。そのために、北の大地にある、恐竜の墓場に行って、骨集めろと、ほぼ裸の私に無理なんだよ、押し付ける村長。お前が行け。しかし、これをやってのければ、私の世界ランクが、大幅に上がることは間違いない。仕方なく、冒険に出る主人公の、サム。それでは、ゆっくりやっていきます。この人は、さっき出てきた村長、通称、ハゲ、ヒゲ、フゲ、ゲゲゲだなぁ、キタロウと呼ぼう。このゲームの目的は、キタロウは、骨集めろと言っていましたが、むしろ食料を集めることです。だって、骨集めて食料買うよりも、直接食べ物集めた方が、効率いいよね。そんなことにも気づかないキタロウ。父さんは、悲しいよ。この人は、道案内の人。名前は、七七太郎。この虫野郎、私は雲が、大っ嫌いなんだ。昔家に帰ってドア閉めた時、でかいのが上から降ってきた時は、発狂しそうになったよ。この人は、ぶっつくるしか、脳のない人。名前は、クジラ並み、兵庫。わつき先生、見てる？初めてわつき先生の顔写真を、見た時の衝撃は、今でも忘れない。このゲーム、敵キャラの名前もかなりイケてます。この狼みたいな敵、なんていう名前だと思う？正解は、クマーです。これは釣りではなく、本当だよ。スタッフのネーミングセンスの、良さに脱帽です。こいつは、旗坊やと言って、要は中間ポイントです。こういう肉とか、ジブリに出てくる肉って、ものすごく美味しそうだよね。なんで現実にはないんだろう。おっぱい、おっぱい、この人は、浜崎リオ。この冒険が終わったら、サムのお嫁さんになるらしい。約8番目の妻だ。しかし、いい父しとんのお姉ちゃん、はあ、はあ。浜崎リオの3サイズって、どのくらいだろう。多分、上から、100、100、100、だろうね。ちょいポチャが好きな男性諸君には、ちょうどいい感じかな。
通るか。しかし、食料調達のため、少し探索します。このゲーム、私が小学生の時プレイしていたので、一面で死ぬわけなく、つまらない動画になってしまうかもしれませんが、ご了承ください。なんだ、夢か。あ。あ。違うんだ、聞いてくれ。ダッシュするには、一回攻撃ボタンを押さなければいけなく、さっきは、雲の上で、攻撃ボタン離しちゃったから、あんなことに。ゲーム、隠し通路が満載です。メトロイドみたいですね。私だけでなく、こういった要素が好きな人は多いと思います。なのに、なぜこんなに無名なゲームなのか、不思議でしょうがないです。ちなみにこのゲーム、今は絶叫原始人、サムの大冒険というタイトルで、DSi ウェアで購入できるそうです。気になったらやってみてね。君は、行方不明になってた、ドッスンじゃないか。この時代では足場として、扱われてたんだね。あまりに踏まれたからいじけちゃって、どっかの配管工ヒゲオヤジを、潰しにかかったんだね。ごめんね、ヒゲ。それでは、さようなら。こんにちは皆さん。それでは隠れた名作ソフトオクト。この人はいろんな乗り物を作ってくれる博士だ。公式によると、この博士は最近、相対性なんちゃらを発表したらしいが、誰も言ってることを理解できないらしい。博士、あなたがシュタインか。ブサイ、コングルー。今回のコメントで、ピーマンを逆から呼んでる人、自重しろ、ファンされるよ、言われるまで気づかなかったけどね。今のところ、普通に届いたけど、実は隠し足場があったんだよね。隠し足場、何だね。さて、博士が言ってたように、このステージでは次のステージに必要なライオンの皮を入手しないといけないらしい。つまりライオンを倒さないといけないようだ。心してかからなければ。おお、嫁来たこれ。どうやら、ボーナスの箱を集めると、ボーナスステージに行けるらしい。おや、何か作ってくれたのかな？作ったものは、石と棒をくくりつけたものだけ、だと？そんなん私にもできるぞ。おや、これは、お店か。どれ、入ってみよう。どれどれ。これはクレジットが一つ増えるのかって50ボーンズだぷー。高いぞ畜生。他のだ他の。ふむふむ。これは、お得な情報を教えてくれるらしい。さっきのとは何が違うんだろう。どれにしようかな。せっかくだから俺はこの青いハテナを選ぶぜ。ふむふむ。ておい、三つ目どこにあるのかわからんのかい。金、
じゃなくて骨返せ。詐欺だ畜生。こんな店、二度と来るか。この武器、遠距離攻撃ができ、一回で二つ出るのですが、連射が効かないため、懐に入られたら反撃が難しく、個人的には使いにくいです。そういえば、前回のコメントの中で、ピーマンを知っている人がちらほらいるようで、驚きました。知ってる人いるもんですね。なんだか嬉しかったです。そういえば前回やってなかったけど、このゲーム、A ボタンを押すと、サムが絶叫します。こんな風にね、画面内の敵を全滅させる程度の能力だ。ロックマン X2 の自宅クラッシュみたいなもんだね。ちなみに右上のゲージが止まると、できるよ。あれ？届かない。もしかして、敵を踏みつけないと届かないのかな？諦めるか。安西先生、ごめんなさい。出た、ライオンだ、死ねこの野郎、皮よこせ。あれ？皮落とさないじゃないか。まあ、ネタバレしちゃうと、親玉のライオンが他にいるんですけどね。このアイテム、取ると一定時間無敵になるのですが、これ何に見える？私はピザにしか見えないのですが、本当は何なんだろう。出た！こいつが親玉ライオンです。微妙に色がさっきまでのと、違うのわかるかな？攻撃力は他のと一緒ですが、体力が2倍くらいあります。ていうか、下のハートなんなの？もしかして隠し通路見逃したかな？ああ、やっぱり回収率悪い。まあ過ぎたことはしょうがない。グー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 このステージ、アイテムを集めるだけで、敵も出てこないので、早送りしちゃいますね。また飛んでこいっていうの？かなりうまく飛べてて、やっぱいいんかい。どっちだよ。しかも、ダイヤモンド15個も取り上げた挙句、ハンググライダーも没収だと？なんて鬼畜な警官だ。私の学校の前で、一時停止線を守らない人に、切符切って検挙率上げてる暇な警官並みに、鬼畜だ。
それではさようなら。